アメリカ議会の上下両院は9月30日、11月中旬までのつなぎ予算案を賛成多数で可決しました。バイデン大統領の署名を経て成立し、懸念されていた政府機関の閉鎖は土壇場で回避されました。 成立したつなぎ予算は、野党・共和党の保守強硬派が求める大幅な歳出削減や国境の警備を強化する予算を盛り込まず、与党・民主党に歩み寄った内容となりました。つなぎ予算が30日、バイデン大統領の署名で成立したことにより、政府機関の一部が1日から閉鎖されるという事態は期限直前で回避されました。 ただ、つなぎ予算に民主党が求めるウクライナ支援の予算が盛り込まれなかったほか、不満を募らせる共和党の保守強硬派が、下院共和党トップのマッカーシー議長の解任動議をちらつかせるなど、アメリカ議会では引き続き混乱が続くことも予想されます。